こんにちは、こんばんは、めぐこです。よろしくお願いします。今回はこちら、4月の14日日曜日に販売開始予定のソックヤーン、手染めソックヤーンの紹介をさせていただきます。今月は毎週日曜日に出そうかなと思っていまして、前回も日曜日で、また次日曜日に14日に販売開始予定で、今写真撮ったり途中なんですけどやっております。この動画をアップロードするのが土曜日なんですけど、その頃にはショップのプレビューページもできていると思いますので、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、皆様ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ではね、一色ずつ紹介していきます。今回はね、前回と違ってもうすでに全部名前をつけております。まずね、こちらです。こちらは、クリーミーな感じの緑色に、染めて、で、ちょっと黄土色っぽい黄色のスペックルを散らしています。このグリーンは本当に何だろう、 クリーミーな感じの色味に仕上がりました。これ染まり具合がですね、ランダムに染まっているので、編んでみると色のムラが結構可愛い感じに出るんじゃないかなと思います。で、この緑色に染めた上で、この黄土色のなんか薄い色もちょん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 ってつけていったので、それもね、色が入っているところがわかるかな、あるので、そういうのも楽しんでいただければと思います。これ糸端がこれ結び目のとこね、糸端がちょっと今気になっちゃった。で、こちらの名前が、森林浴とさせていただきました。もうなんかイメージで糸のねスペックなんですけど、いつもと同じスーパーウォッシュソック中細で、スーパーウォッシュメリノの 80% ナイロン 20% 100g 約 400m となっております。すごいこれね、おすすめなんか緑色染めたいなって思って、で、あんまり濃い緑色じゃなくて柔らかい緑色に染めたいなって思って、ちょうどよくできたで、次がこちらです。この色はですね、以前にもインスタグラムでね、ちょっとだけ販売していたことがあるんですけど、その頃に染めたのと同じように染めました。ちょっとね、黄色がね、前回より濃くなってます。黄色がもうめっちゃ濃くなってますで、ブルーは同じぐらいかな、多分。ブルーはね、結構かすれかすれ染まってるんですけど、黄色はね、かすれてもいるんですけど、まあ、だいたい濃く染まっています。はい。こちらは、一番星をイメージして、前回染めたのと同じように染めているんですけど、名前そのまま一番星です。前回はね、多分ね、ザ・ファースト・スターとかって英語にしてたはずなんだけど、日本語に直しました。はい、一番星です。これね、どういう風になっているかというと、ちょっと待ってね、今ほどくねこれをほどくとね、片側がブルーに染まってて、ね、で、真ん中が白っぽい、まあちょっと黄色いんだけど、白っぽい部分に、
ブルーのスペックルを散らしています。でこの片側がイエローです。これはあの蛍光イエローなんですけどめっちゃ派手です。はいこんな感じです。ちょっとね前回販売した時自分用を作ってないのでちょっと編み地自分では分かんないんですけどどんな感じだろう。これねめっちゃ好きなのでこれからもまた染めていきたいかな。まあ売れたらって感じでやっていこうかと思ってます。はい、で最後こちら、こちらはですねあの藍色っぽい色を目指してちょっと、ま、あの染料をね混ぜてあの普通のブルーなんつったらいいのかなちょっとねなんだろうブルーグリーンみたいなちょっとブルー寄りのあの色があるんだけど染料があるんだけどそれにあのなんて言ったらいいんだろうグレー系の濃いあの黒っぽいグレー系の染料を混ぜてあのちょっとね明度を落とした、ブルーを作ってでまあ藍色っぽい色を、ね、目指してねでやってみました。でそこに暗めの紫色のスペックルを散らしています。前回の前回のねスイートピーのスペックルは明るめの紫のスペックルなんだけどこっちはね暗めの紫のスペックルです。はい、でこれは名前が雨の魔法っていう風につけました。はいちょっと雨のお天気のね雨のイメージかなって。なんか藍色ってさ安直に名前つけるとさなんか違うかなって気がしたのではい雨の魔法です。でこれはあの色がどうなっているかっていうのをこちらもお見せしますね。これはですね、カセの状態の、こっち側があの濃くてね。で、こっち側が薄くなるって感じです。ほぼ白に近い部分もありますがこんな感じでこの中間色も結構綺麗になっていると思います。あのこれはねあのなんて言ったらいいんだろうこれすごいあの簡単なんだけどあのお鍋につける時にまず濃い染料であの作ってで徐々につけていくとあの濃い部分でちょっと薄くなっていく部分でだんだん薄くなってっていう風に色が染まっていくのでそういう風に作ってます。はい、なのでこちらは、濃い色から、薄い色へのグラデーションですね。一周でグラデーションするような感じの糸になっています。あのまあ編んでいくと、ボーダーに近い感じになるのかなどうかなって感じです。細いボーダーになりそう靴下編むときはです。はい、これ私巻くの得意じゃなくてよっカセを上手に巻きたいね巻けないね
できたちょっと綺麗にできたかな、はい、ということで、今回はこちらの、3色を、4カセ合計12カセの販売になります。4月の14日日曜日夜8時販売開始です。先ほども言いましたが、この動画の概要欄にストアーズのリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。